来い。龍馬、行くぞ武智。うわー、これマジでラストバトンだ。熱いけど寂しい。かっこいい。やっぱこの動きながらの導入かっこいいよな。この演出、ここっていう時にしかしないもんね。真島さんの時とか。真島じゃねえか。起きたね。うわー、間違えた。おい、おい、いきなり切られた。おい、ちょっとその出血量もう勝負ありだろ。いきなりそんなのあると思わないじゃないですか。やめてくださいよ。あ、でもさすがに体力多いね。アモンほどじゃないけど。かましてやるぜ。あ、そうだ、武智、武智食うか梅干し。ちょ、これ食わしとかねえと。お前のためにつけてきたんだから、遠慮すんなよ。ほら、素手の龍馬も強えぞ。あ、うん、食らうと結構ダメージ受けんな、さすがに。よし、きた、ぶん投げー。よいしょ、次は何使おうかな。演出か。うわ、さすがに気合いの入ったラストバトル。こういうシーンでもちゃんと刀身輝いてんだな。輝きがちげえよ。お、別のマップに。ああ、こういうのも龍が如くのラストバトルあるあるだな。ちょっとずつ戦いの場が変わっていくの。あぶね、今のは反応できた。お、え、あ、そっか、拳銃の扱いに慣れてんのも龍馬と同じか。くしくも同じ構えになるわけだな。アモンとの戦いでもそうだったけど。そうだよな、そもそも一番最初に龍馬に拳銃くれたのこいつだよな、土佐で。おら、武智の兄弟がくれたんだよ最初の拳銃。かっこいいやつ。ちょっと今のヒートアクション、とどめまで持っててもよかったな、取っておいてもよかったな。あれかっこよすぎるもん。よいしょ。いや、乱舞の方同士、乱舞の方はかっこいい、見栄えのいいヒートアクション多いからね。新選組のみんなと戦った時も言ったけど。まだなんかあるか。お、人じゃねえ、二人とも。さすがだな。あ、捨てた。兄弟、最後の場所かな。決着をつけるぞ龍馬。お互いに一頭の肩かな、これは。付き合ってやろう。よし、来た。かっけー。まあ、出しやすいところは大体出したかな。出すの難しいヒートアクションならまだあるけど。来た、かっこいい。あの刀絡める返し技かっけんだよな。かっこいい。倒しちゃったもん。ああ、最後ヒートアクションにすりゃよかった。
こっちの攻撃力が高すぎてサクサク倒しちゃった、なんか最後の方。よし、難易度上級にしてんだけどな。これで終わりかな、本当に。いや、最後かっこいいヒートアクション出したかったな、ちょっと。まあいっか、梅干し食わせたし。竹地半平太、覚悟！切るの？まあそりゃそう。うん、切って当然なんだけど、なんとなく龍馬なら切らない気がしたわ。龍馬、俺を切って坂本龍馬という名を取り戻すんだ。だよな、そんな気がしたわ。あんた言ったじゃないか、坂本龍馬は大宮で死んだと。だがあれはそうだったな。どっちが正しいかなんて俺はどうでもいい。それより俺にとってはおやっさんや兄弟が大切なんだ。兄弟の言う通りさ、俺はどこまで行っても自分の手が届く世界しか守れねえ。人間みんなそうだけどな。その程度の器の男だ。その言葉を聞いてよくわかった。むしろ俺の方が時代を変えられるような器じゃないってことだな。俺は力でこの国を変えようとした。だが序列や階級を打ち破ろうとしていた俺がいつの間にか序列と階級を利用し始めていた。大政奉還した時点で国変えちゃったからな、もう。そうなったら最後、斉藤さんはもっと大きな権力に使われる立場になってしまった。今となっちゃおやっさんの気持ちが痛いほどわかる。おやっさんの気持ち。ああ、時代を変えるには非常さよりももっと大事なもんがあったってことさ。大事なもん。愛さ。愛。どんな苦しみがあろうと愛を最後まで捨てなかった人間だけが世界を変える。1年前、土佐を抜けるときお前は無条件に俺を守るという道を選んだ。ああ。非情な道を選んだはずの俺の心は揺れた。お前の愛の前では知恵や策略は通用しない。そう悟った。あの時すでに。そっか、でもそうだな。俺は負けていた。ああ。愛か。そのことに気づくのが遅すぎたかな。あんたにだって愛はあるさ。カツラに、もしもの時は俺のことを頼むって言ってくれてたんだろう。え、ずっとあんたは俺を守ってくれていた。あ、そっか、そんなこと、ガキの頃からずっとそんなこと言ってたかも。言われてみれば、それがあんたの愛なんじゃないのか、兄弟。ちょ、お前、池田屋の時に言ってたんだっけ。兄弟も俺も一度死んだ。竹地半平太は土佐で、坂本龍馬は大宮で死んだんだ。一度死んだ人間同士、もうこれ以上血を流す必要はねえ。こういうの大体横やり入らない。憎しみ合う必要もないんだ。いつもの龍が如くだと。
結局竹千は今日の町焼いちゃったからな。あんたを許す。龍馬が許しても、あんたは俺の兄弟なんだ。ストーリー的には許されないんじゃないの。竹千半平だ。入るなよ、横槍入るなよ。頼むぞ。あ、でもそういうのないのかな、本当に。龍が如くやりすぎて変な疑い方しちゃう。夜が明けるな。ああ。兄弟。桐生さんがせっかく許したのに横から来たやつに撃たれて死ぬみたいな、なんかそういうの見覚えあるもん、他のシリーズで。なんとなく。さあ、行くとするか。てめえのケツくらいてめえで拭かなきゃ、死んだおやっさんに顔向けできねえからな。ん？何をする気だ。何すんだ。土佐をぶっ壊すんだよ。あ？この巨大な武器と化した土佐を山内陽道の手に渡す前にな。ああ、そういえばどういうことなんだ。その名前よく聞いてたけど。俺はお前が新選組に入った頃から陽道に使われるようになっていた。うん、陽道とバチバチなんでしょ。なんかあの男は俺や幕府の勝倫太郎を使い、イギリスから武器や兵器弾薬を仕入れさせてたんだ。全てはある計画のためにな。この国に大戦争を起こすためか。いや違うんだ。山内陽道はこの国を。ん？龍馬！あー、出たこのパターン。ほら言ったじゃん。兄弟、一度は安心したのに。これだから合子上がりは信用できんのか。あ、よどう。神宮竹千代、龍が如くワンの、お前が裏切ることなど鼻から想定内のこと。いや、役割まで同じだな。お前の考えを見破れんようではこの国の全員を騙すことなどできないからな。いや、見事なスピンオフ。騙した。この構成。お前があの坂本龍馬か。神宮恭平、いや、なかなかいい活躍だったぞ。大政奉還、あれは想定外のことだったが、結果的には非常に助かった、うん、この国を傷物にしないで済んだのだからな。何を言ってる。あいつはこの国を丸ごと売るつもりなんだ、イギリスに。丸ごと。言葉が汚いぞ、竹地。教えただろう、売るのではない、イギリスの一部になるだけだ。国としての体は守ったままでな。ほう、同じことだ。あんたが狙っているのは国王、帝になって変わる、そういうことだろう。なるほど。今後この国ではわし以外の万民は平等にクズとなる。日本をイギリスの属国にして、お前らの言う階級社会を壊してやろうというのだ。見返りに日本の王にしてもらうっていう。ふざけるな。ことで近くイギリス艦隊をこの土佐に招き入れる手はずだ。成立したての今日の新政権になすすべはない。日本はイギリスの植民地となろう。イギリス人というのは実に合理的でな。自分たちの利権を最大限引き出せる日本人を密かに探していた。神宮がめちゃくちゃ神宮してるな。強い権力を持ちながら国を売ることをも厭わない人間を。それがこのわしだ。いきなり出てきて何のぼせてんだこいつ、マジで。どうした、
お前もわしにひざまずくか。今土下座して来えば命は助けてやろう。増票の一人ぐらいにはしてやるぞ。この状況で差しで勝てると思うのか、龍馬に。いやか。ならばこのわし自ら死を与えてやろう。いや、銃弾切れる男だぞこいつ。おい、何してるんだ龍馬、やめろ。龍馬、そんぐらい見切れんだろ。さっき銃弾スパって切ってたじゃん。化け物が、お嬢疑惑悪いぞ。この時代の拳銃そんな精度良くないだろ。そりゃこっちのドラゴンホークにも言えるけど。よく目に焼き付けとけ。これが国のため、愛のため、戦った男たちの生き様だ。いやでもまさか死なんよな。中倉、ドラキ様、袖なし坊主。よかった来てくれた。あー、よかった、みんな生きててくれてた、嬉しい。いや最高だなこの寄り。ここが我の死に場所や。安心しろ、一人で行けとは言わない。私たちも地獄までお供しよう。助けてくれ。君にはこの土佐、いや四国全土を与えよう。立ったから。なんで立ってられんだよこの人。龍馬、わしの話はよく聞くんだ。坂本龍馬。誰だそれは。坂本は死んだぞ。そんな名前の男知らねえな。心からの A だったな。わしを殺せばこの国はどうなる。鎖国で弱り切った世間知らずの日本を救えるのはわしだけだ。誰がてめえにこの国のケツ拭いてくれって頼んだ。この国の道を決めるのは心からの A。 お前でも俺でもね、ここにいる誰でもな。話にならない。何悠長なことを言っているんだ。今目の前にイギリスの艦隊が迫っているんだぞ。奴らとまともに戦って勝てるとでも思っているのか。さあな、そんなことは知ったこっちゃねえ。バカか。わしはお前ら合子のようなその日暮らしの連中とは違うのだ。この国が生き残る道を誰よりも考えている。お前らはわしに従えばいいのだ。そうだろう。言いたいことはそれだけか。あイギリスの艦隊がどうした。そんなんで日本は滅びる国じゃねえ。心からの疑問面白いわ。お前は分かっちゃいない。負けるのは目に見えているんだぞ。いや、たとえ今負けたとしても日本は何度でも立ち上がるさ。まだ見ぬ兄弟たちによってな。何だと。俺らは兄弟たちに伝えなきゃならねえんだ。この国に生きる者にとって本当に必要なもん、この国には
まだ多くの血が流れるだろう。しかし土佐を出て京で生き、初めて分かった。近藤や桂に西郷、それに竹地の兄弟、皆流れた血の先に何があるのかを知っている。な、何を言っている。人間ってのは間違う、間違ってばかりだ。でもな、それでも俺らは進まなきゃならねえんだよ。この国の夜明けを信じてな。進むことをやめちまったら、託すべき未来もなくなっちまう。俺らの仕事は生きていける世の中を作ることじゃねえ、生きていてよかったと思える国を作ることなんじゃねえのか。お得意の説教が炸裂したね。最後はこの国の未来は、今はまだ顔も見たこともねえ、この人撃たれたんだよな、声を聞いたこともねえ兄弟たちが、実弾できっと作ってくれる。一緒にあの世で日本の夜明けを見ようじゃねえか、陽道さん。やめるんだ、やめるんだ、陽馬。日本の兄弟たちよ、また会いたじゃ。ああ、土佐でも聞いたセリフだな。最初に土佐を出るときに、え、終わりだ。なんかあるよな、これの後。さすがに、あー、最後はお得意の説教が炸裂してたけど、はい。というわけで、ちょっとすごかったな。龍が如く維新を最後までプレイしました。楽しかったです。本当に驚くほど楽しかったですね。いや、なんかまあ龍が如くといえばゼロ、龍が如くゼロがシリーズ最大の名作だとよく言われるし、まあその通りだと思うんですけど、ただスピンオフっていうことでちょっと影が薄いだけで、この龍が如く維新もゼロに匹敵する名作だと、そういう風に言う人も結構いるんですよね。それもめちゃくちゃその通りだと思いましたね。なんだろう、なんか中盤以降ストーリー進めててさ、もうずっと面白かったから、あ、今やってるとこが一番盛り上がるとこなんだろうなってずっと思ってたもん。なんか常に思いながらやってたもん。そうやってここ山場だなってなんか5回ぐらい思ったと思うもん。ここ山場だなって、山だらけじゃねえか、山脈かよってなったんだけど、山を下る瞬間なかったもんね。登り続けたまま最後まで走り抜いたというか、そういう感覚がありましたね。山脈でしたね。まあ、池田屋あたりからかな、特に。まあ、池田屋事件、めちゃくちゃ面白かったじゃないですか。まあ、池田屋事件ってね、俺みたいなやつでも聞いたことのある名前だし。池田屋だよな、桂が、桂の正体が判明して。桂、最初はなんて名乗ってたんだっけ？ニーボリか。ニーボリって名乗ってたあいつが、あのロン毛がカツラだと判明して、でカツラ逃がしたの長倉にバレてすげえヒヤヒヤしてたし、
でヒヤヒヤしてたらなんか知らんけど松原が殺されててなんか知らんけど、あそこの新選組の雰囲気すごかったよな。あそこはもうめっちゃここ山場だなって思ってたよね。うわここ山場だわって。でその後に坂本龍馬が2人いるっていう話になって、で近藤局長にも会えたりして、でその後くらいか沖田と戦ったのは。そう沖田との戦いの時もああここ山場だなって思ったし、で最初の沖田との戦闘の導入超かっこよかったもんね。うわ山場だわって思いながら沖田と戦って、で沖田と仲良くなった後はまあ覆面の男の正体だとか、ついでに沖田や長倉の過去とかの話まで一気に明かされて、山場だなーって思ったよねうわ完全に山場じゃんってその辺でも思ったしであと何があったっけ。その後はあれが桂と西郷との飲み会とかがあったのか、あれも山場でしたよねあの二人と飲み歩いた伝説の夜、あれ楽しかったな、山場でしたねあれは。でなんかそういうのがいろいろあって、あれでも桂と西郷と会ったのはその覆面の男とか明かされるよりももうちょっと前だっけ。まあちょっと順番前後してるかもしんないけど、でその後江戸城行くことになったじゃん。あれも山場だったでしょ。あれ山場だったよ。あの江戸城は江戸城乗り込んで沖田と二人で大暴れして、沖田が大砲撃って、でね将軍様にお会いして、家でつけてきた梅干し食ってもらって、完全に山場でしたけど、でその後京都帰ったらもうなんかすぐ町が燃やされたじゃないですか。あれ山場でしょあれもう山場よ。でも帰ってきてすぐその燃える流れになって、原田と戦ったり伊蔵と戦ったり、そこで近藤局長亡くなったんだよね。山場でしたねあれは。でそこまでやって、さらにその後に龍馬暗殺っていう最大のイベントが控えてたわけよ。あれもう山場じゃんすごかったね。だから本当になんかもうそういう感じだった。山場山場山場みたいなストーリーの続き方して、めちゃくちゃ面白かったですね。ほんで俺はまあもともとそんなに歴史に興味ないぜだったわけですけど、だ新選組とか幕末のこともそんなに知らないんですよ。でもそういう人でももちろん楽しめたし、めっちゃ幕末好きな人でもそうでない人でも楽しめるようにすごく計算されて多分デザインされてますよね。だなんか詳しい人だとかえって先の展開が読めちゃったりとか普通すると思うんだけど、こういうのは。でもなんかそういう人をうまくミスリードさせようっていう話の動きが多かったように感じますね。だってそもそも坂本龍馬が名前を捨てた時点でねえあれだしあれだったし、結局龍馬こと斎藤さんは大宮では死ななかったわけだからね。だから歴史詳しい人でもミスリードして、あれ終わり、全然まだ話せんだけど、ずっと喋っちゃった。エンドロール中2年後東京箱崎、お土佐の酒、ご隠居されてから1年、龍馬か。お優雅なものですね。カツラおしゃれしちゃって、あなたが内国事務総裁を辞任されてからというもの、龍馬っぽくねえな。口は
政府の仕事を山ほど押し付けられて、てんやわんやでね。竹地か？なかなか挨拶に伺いませんでした。この髪の感じ。あの坂本龍馬が果てた後、あなたは軍事都市と化していた土佐の暴走を食い止め、うん、日本の新しい国づくりを陰で支えてくれた。すごい説明してくれてる。あなたは坂本龍馬と並ぶ明治維新の功労者です。ああ、じゃあ坂本龍馬じゃないのか。山内陽道先生。あ、え、あ、え。そうでした。陽道の名前ももうその名を語る必要もないんでした、ね、うん、語ったってこと。私も新堀に桂、木戸と名前をコロコロ変えてきましたけど。じゃあ竹地ってことか。あなたほど他人の人生を生きた人はいないでしょう。竹地が竹地の名前捨てて、龍馬の名前も捨てて、名を変え、立場を変え、今度は山内陽道になったと。いくら他人の人生を生きようと、酒の趣味だけは変わらないもんなんですね、竹地さん。うん、土佐の酒だもんな。あー、生きてたか、竹地。え、龍馬も生きてる。めちゃくちゃ撃たれてたけど、最後元気にまた会いたじゃっつってたけど。なあ、なあ、ちくしょう。あら先生、また失敗どすか。寺だよ。いつになったら書き終わることやら。そんなこと言ったってしゃあないだろ。二人分の人生を一つにまとめてんだ。あ、うまく綺麗につなげるっつ方が難しいや。お前本当に生きてたんだな。またやつあたりどすか。完全に死んだと思ったからね。坂本の話を書きたいから。大宮のシーンでは寺田屋の部屋をタダで貸せ言わはったのはどこの誰だったか。まぶしいな。開けないでくれよ、集中できねえ。この人もまた別の名前で。綺麗な日本晴れやね。今頃阿蘇も晴れとるんやろか。ああ、そういや言ってんだっけか、あいつらが。ええ、結婚できひん代わりに思い出だけは作りに行こうってな。あ、きっとあの二人にはこの空が誰よりも綺麗に見えるんやろね。お涼ちゃんと龍馬なのかな。無事生き延びたんだな。うん、この人は今なんて名前名乗ってんだろうな。綺麗やね。あ、でも斎藤はじめでいいのか。これ日本で最初の新婚旅行って言われてるやつかな、龍馬の。これからうちらどれだけ一緒の景色見られるんやろ。ずっとさ、ずっと。お、まだあんのか、なんか。現代か。あ、坂本龍馬像。なあお前、将来やりたいことはあるのか。お父さんのやってる仕事とかかな。本当にそれがお前のやりたいことなのか。わかんない。まだわからないか。わからないうちは俺の背中を見てついてこい。でもいつか自分のやりたいこと、自分の進むべき道がわかる日が来る。その時は迷わずその道を進め。お父さんくせえこと言ってんなとか思ってない？お父さんだいぶカッコつけてんなって。お父さんも昔そうしたの？いきなりこんなん言われたら。ああ、お父さんだけじゃない。親父くせえって。
この国の人間はみんなあの人の背中に導かれて強く生きてきたんだからな。ちゃんと斎藤さんになってる。この人は坂本龍馬として結局名前残したってこと？あのポーズしてたな、あの写真の。あー、じゃああの戦いの後坂本龍馬として生きたんだ。斎藤はじめには戻らずに。いやー、終わっちった、寂しい。超面白かったな。さっき何の話してたっけ。もうなんか話止まらずにエンドロール全部終わっちゃったけど、忘れちゃったもん。いや、まあずっと山場だなって思ってたっていう話してたけど。はあ、109時間もやったか。あ、これ周回プレイ用のお金だね。はいはいはい。ああ。まあ、クリアデータセーブして、じゃあ戻ろうかな。じゃあ、そうだな。まあ、さっきもエンドロールの時言ったけど、龍が如く維新最後までプレイしてきました。ありがとうございました。まあ、ストーリーの面白かったとことかはさっき散々お話ししたけど、あとはいつものシリーズと全然違うとこが多くて新鮮味があったのもプラスに感じたかな。なんだろう、やってることは龍が如くなのに、でも見慣れたカムロ町じゃないから、最初は街歩いてるだけでもめちゃくちゃ楽しかったし、サブストーリーとかの雰囲気も全然違うし、まあ、それでいていつもの桐生さんみたいな大ボケはちゃんとかましてくれたからね、たまにだけど。ちくわにむしゃぶりついたりね。いや、本当にすごくエネルギーのある作品でした。ありがとうございました。龍が如く維新でした。It's a-